よし、マジか。とりあえず終了。ことですか。はい。温泉1ヶ月前だというのに、この無様な結果はどういうことですかと聞いて。申し訳。あなたには全サテラのプライドを代表して白のブリューヒルデを操縦していただくんです。絶対勝利、このスローガンを達成するためには 1% の誤差も許されないのです。あ、もう負けてんねや。機械じゃあるまいし、そんなのマスターでも無理じゃん。今まではできていました。スーパーコンピューターより優れた情報処理を持つと言われていたアスカさんの脳波が最近になって異様に乱れているのです。夏のエキシビションあたりからおかしかったですけどね。そこに何と言ってご説明したら。大会前までにはきちんと調整します。マスター、あなたがあの者たちを意識しているのは。エリスさん、そんなことはありません。いいえマスター、あの湘南菊間高専アレキサンダーを想定したロボットと対戦した結果、明らかに脳波の波、そして反射速度が落ちています。何より心拍数の異常です。そんなことはデータが実証しています。あれだけせっ分かっています。セントサテラ700名を代表する存在、超エリートなのですよ。あなたはうるさいの、二人とも。ミレーさん、あなたもですよ。独断先行、これ以上続くならラインの音も抜けていただきます。首は噛んでんじゃの。そうだよ、顔見とるよ。顔おむりやね。アスカさん、夢忘れないでください。あなたはセントサテラの象徴、誇りなのです。はい。気を取り直して午後の練習に行きましょう。だるいの、年寄りにもきついぞい。ミレさん、頭の中が冴えまくりだぜ。ちょっとダメだよ。理屈じゃないんだ、そこにある。めっちゃいっ、またうーしたぞ。使えまっしゅ。くー、なんですかバカ。
ップラーメンにカレー入れて生卵入れて、そして最後にこれ、マヨちゃんで締めくくり。オーイエー、すごそうです。めっちゃ健康に、ケンはあのソース弁当と、ソース弁当、ほら、学食のお弁当のライスに大量にソースかけてるんですよ、ケンさん。常識、もうベタベタのソースで立ってるライス、いや、あ、和平部長。あ、エビフライじゃねえか。どうも、失礼でしょ。だって、和平部長ってエビフライに聞こえる。まあ気にしない気にしない。今日は、そうそう、今日はね。今、真田君、もちろん、ひとみ先生には許可取ってあるから。まあまあ、というわけで、はい、今日は挨拶しに来ただけだから、また折を見て遊びに来るよ。はい、はい、西野君がデザインしたロボットもぜひ会社に。どうも、ロボ X も来月だし。お、それじゃ。おいトル、やっぱりお前さん。パプアニューギニア、どうせあれやろ、メガネやろ。ビームクリップって言ってな。で、お前ら。
落ち拾いかな。おい文太やめてこうぜ。勝美さんも。だってほら、このサイトにも今回のだ。うおぉ、なんでドボ X に出る、でしょ。あー無理無理、それない。久々の先生が血をついていた。よーよー、諸君、ほん大樹さん、やっと来たわよ。ぴょんじゃねえ。冷やかしならけれけれ。何よ。いっぱい買ってくれたら。何を買わせようと。かわいい。ロボ X 本線も近いんだから。すげえな。もちろん本気。大事さん、先月の給料すべてつぎ込んだら。そこま。少年よ。私の屍。前置きはいいから。はい。お願いします。でも足こっちの方がかっこいいな。愛ある限り戦おう。レディー。ちっさいな。遅いな。これでも目はいい。ワインだ。逆にやられた。弾幕薄いぞ。レディー。いった。大人を怒らせちゃダメだ。うん、私は帰ってきた。いや、ごめんなさい。いや、ごめんなさい。わー、このままじゃ。いや、おめえ、これ好きのことで。私の力を見誤るな。嘘みたい。大人を怒らせちゃダメだ。嘘みたい。いや、ごめんなさい。私は帰ってきた。ああ、被弾率多いな。やっぱ足がゴミやかすんだ。屈辱。メガネ。それだったか。まあ、とにかく。負けてどうすんだ。本当お前はどっから。根拠は当然ない。でも出るからには優勝する。ケンさん頑張りましょう。青春ですの。うん、我々メイも応援してるっち。サヤも応援してるっち。ここまで来たら
あ、なんだよいきなり。なんでもない。こいつは活躍できる。頑張りますよ。よっしゃ、どんとかい。
の中に完全復活か。めっちゃいい、うん、絶対失敗するだろ。俺が言おうかな思ったらさっき言われた。相変わらず意地悪。いやっほー、ポニー遊びに来たよ。メイも来たよ。エルも来たぞ。それ用のロボットほんま高いからな、欲しいな思うけど、メルカリとかぐらい見てねえから。またボディがあれだな。お待たせ。
あ順で行けなかったかな。もういいわ。あーやっぱ長時間なんかヘッドホンつけとったら耳が痛い。威力が足らんな。これじゃエンジェルグレイヤー、リングアウトしか狙ってないって言われる。お前修理するだけで2万かかった。できましたです。ご主人様。ご主人。
っぱりこ、メイ、お兄が気づいてる。ああ、吉祥寺ライアンの何だそれ。おお、そういえばそうだったな。痛いでスケジュール詰まっていたぜ。うっそくさ。なに、大体だな。俺様の今の目標はロボ X で優勝することなのだ。あ、そ、じゃあチョコよ。だいたいお兄はアイお姉ちゃん以外からもらったことないじゃない。やっぱりはしてない。日本男子がチョコレートなんて正義いらないの。お父さんの分と手作ろうと。ん、うん、お母さんはお父さんにチョコあげ、あんた欲しく、マッキー、なんだい、言ってくれりゃ作るのに。なんだよ親父、だすな。男はチョコよりお稲荷さんだろ。あんたにはチョコお稲荷作って。お母様、なんだい、育児ない。キュウさん、いやー、この湘南ファンタジスタ、やっぱり今日のチョコの数です。きた、それだけは聞いた。僕は4個でした。なに、え、ひとみ先生と杉原さん、夢野さんですよ。それあと1個はどうした。あ、痛いですよ。あと1つは本当先生から。やっぱりそうでした。それは悪いことは言わねえ。チェ、ケンさん、あい、バーカ、あんな、ジュンさん、お、毎年この時期はやばいな。さっさと帰りたいもん。はいはい、どう、別に好きでもらってるわけじゃない、くれる。キー、あ、なんか何よ露骨に。あんたにあげるくらいに野良猫にあげろ。ケン、み、にゃんにゃんにゃん、なのに。なんだ。ああ、ないからなんだよ。なんだよ。騙されねえぞ。じゃあな、俺帰るからな。あ、ちょっと。なんだよ。俺さ。グロ、うお、手作り。ケンのために頑張って作ったんだよ。シャリン、シャリン、ロボ X の大会での優勝。そうなのか。しかし、何、いえ、めっそうもないです。ありがたく頂戴いたし。じゃ、頑張ろうね。
よっしゃいい感じだぜ。もうこれ最強だろ。理屈じゃないんだ。めっちゃいい感じ。会場に。そりゃそうですよ。10時の2時。湘南シーホイールドームへの行きバスが出てるから、それに乗って。だから時間は8時にドーム選手用意で。朝の裏ラインみ。どうで。バカ。今日のラッキーカラーのパンツを剥がれ。当日はつくも高専の。ロンを出す。能力ないからきついな。真っ白な、ああ、ほんまやアレクサンダーだった。誰が麦や。小僧たちがまさか。あったけえだろ。
構えに行くぞ。おお、なんだか。いやー、なんか威力高そうでいいやん。機動力が今減ってるからな。お待たせ。動きが遅い。切られる。ちょっと確かに。女は操作方法。あー俺が落ちた。コスチュームからだな。お、エプロンとポニーテールは OK だとしてミニスカにしなさい。そして店内の空気もこんな重苦しい感じにしない。もっと明るい。常連客もおっさんはできん。可愛い女子高生だけにしなさい。なんですと。これにより他の商売繁盛サイクルが切られた。先生、今宵の切れ味も抜群です。あ、ほんとすみません。もうどうしたの、ジュン。そうだよね、一敗で優勝。んーそやな、ほんま。ブリンヒル社長のチョイ。ポッドキャスト、
かせろっつろ。できるかな。アスカ、お兄様、ロボ X という大会名がございます。名称京介。父上は母上にのアスカに甘くしたくて仕方がないみたいですな。アスカ、セントサテラ学院はあと何年で卒業のよ。お父様、今年ロボ X の大会が終了したら、イギリスの特務研究機関 EID、 あの機械工学の権威エリザベート教授が日本人代表としてお前を迎えたいと言ってきた。あの EID がゼギスに依頼してきたのだぞ。世界一の超コングロマリット企業を母体に世界に。アスカ、お前にはそれぐらい。そんな、私は。アスカ、我がロボ X という大会が終わるまで。わかり。アスカ、巴のことを気にしているそうだ。勝利。うん。あれは狂っておる。そんな、人間はロボットじゃありません。アスカよ、お前が EIT に行って高次元の研究を目の当たりにした時、おそらく同じことは言えまい。お前が気に入っているアジモフも言っているだろう。三原則その1、ロボットは人間に危害を加えてはならない。またその危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならない。そんな、ふん、言えんな。悩むなよ、お前。はい、よーっしゃー、いい感じだぜ。最強っぽいな。理屈じゃないんだ。めっちゃいい。先輩、門開く。これはワンダラを生まれ変わらせたものですよ。門平先輩のリック、真田が手伝ってくれたからさ。なんか昔かな。鏡君か。あいつはプライド高いからね。いい。でもなんていうかな。そうな。ひとみ先生、部認められそうなんですよね。うん、それは学校側も。そん、明日終わったら時間取ってもらっていいですか。僕、部長をバトンタッチします。え、門平君まだ1年あるじゃない。いえ、僕はこのマシンを作り上げただけで、もこれからのつくも高専に必要なのは彼らです。わかったわ。明日対抗戦が終わったら。ありがとうございます先生。それにしても鏡だ。パコってるのか。いたのか。で、何の用だ。じゃあなぜ来たの。待ちなさい。これに。最近めっきりじゃない。ねえ、な、絶対にすんの。モデルガン、レプリカ。ね、今楽しい。あなたは牙を。
一度下げろ。おもちゃだと思っているなら。落ちなさい。あなたはどこまでやってもこちら側の人間なのよ。影は影同士。俺は この後一杯パクりました。おお、ワンダバー、ニューガンダム。おお、確かにニューって感じやな。体操パンチ。今日お集まりいただいた皆さんはご存知かどうか知りませんが、この湘南つくも高専のロボット研究部の部長は事故でしばらく部を離れている間に。カドヒラ、おい部長。そしてその間伊藤愛が中心となって、まだ公式戦での結果は出ていません。そこで今日のバトルを機会に、本人にはまだ話していません。部長は、ありえませんね。角平。部長ね。草壁君にはこれを受け取ってもらいたい。湘南つくも高専ロボット研究部に代々受け継がれてきたドライバーだ。君ならきっとみんなとうまくやっていけるはずだから。みんな、つくも高専の部長は代々このドライバーを受け継いできた。1時期は
ダイが描いたようなものだ。部長、俺ちょ、タン敬語なんてうまく使え。皆さん、臭い。部長、あー、そこそこ、バカ。伊藤君、違うだろ。西名君も軽々しく剣などと呼ばないように。お前な、せっ、もうもみあげ部長最に、部長でき、いわばしっかりとも、さてと、そうでした。じゃあ先輩。さて、部長を譲ったとして。お待たせ。最高点点过。それじゃあ、草薙。おう、任せろい。来月のロボ X、 今の自分たちの力を出し切れば。僕たちは、ひとみ先生と今後について話し、おうおう、草薙、いいもん見させてもらったぜ。誰めえよ。お土産なら感染料を取りたいぐらいだぜ。ロボ X 終わったらまた対戦してくれよな。ガンロードも気合い入れて作るか。部長、その前に学校に予算セッションに行きましょう。そうなんだぞ、切ないんだぞ。なに、そういえばそうだった。勝ち負けよりもいろいろな人たちと体験できて面白かった。そうだな。いよいよ来月。あ、お前決勝まで行かないと対戦できないんだぞ。そうですよ、一戦一戦大事にしていかないと初戦敗退もありえます。いや、ちげえってばよ。そういうわけじゃ、
なんかすげえっつうか、言葉がうまく見つからねえ。まあとりあえずトーナメントを抜けることを目標に。そうだった。ああなんかやる気出てきた。大型魚沢持ち合い。何？部長だけに。それって。この夢は神よ、なり、おすっげ、この組み合わせは悪いな。剣様のお部屋最高だわ。このインテリアも最高ですわ。わしも男らしくて好きじゃ。米殺しも何も、ゲン様素敵じゃない。そうよ、赤点する。私の自慢の息子。お兄ちゃま、ごめんね。これ恥ずかしいけどあげる。みんな、あら、アイさん、ケン様は私のものですわよ。オーケー。センスのグラフィック。コスミンの顔が違う。BGM がやばいな。俺もハッスルしてこう。